はい、どうも、再開いたします。閉鎖区域とガスマスク、さっき中断してからあんまり時間経ってないですが、打開できたのでね、打開できたというか、まあ、先に進むことはできたので、まあ、やってみたいと思います。続きからということで、でものすごくシンプルな理由で私が行ってない場所がありましたね。中の建物が暗くて、見てない道がありましたね。相当迷った結果そこにたどり着きました。で、まあそこに行ってちょっとで会ってっていうのがあったんで、それが多分できたらまた話は進むんじゃないかなと。この上に行ってないですね、私。ここですね、実にシンプルな、ただの探し物が下手なやつのあれなんですが、ここがうから下にも行けるけど、いや行けないな、廊下が繋がってないな。これが何かの機械で、インサート ID カードってなってるんですけど、カードは持ってないしな。ウェルカムトゥーユア SS アポーペット HS コントロールターミナル、まあ分からんけど、とにかくカード持ってこいということでしょう。でこれに適当なものをはめ込むってなってて、でここにボトルを入れると水がもらえたみたいですね。だからこれはそういう機械なんですね、水を入れるためのということで、水をもらえたので、まあ、また水あげに行きますか。ただ水をあげると何が起きるかがわからないので一応セーブをしておこう。最悪は何も起こらないですけど、まあ何も起こらないことはないと思いますけど、あそこまでやってるんで。ただまだ水が足りないってなったら今度また水探す作業になりますからね。あそこに行ったらまた水がもらえるならいいですけど。これ一作目の主人公と違う人なのかな。同じ装備をしてるだけで同じ世界かも分からないしな。なんか同じ世界っぽいけど、世界はお、カード、じゃあさっきのカードかな。ああさっきのやつかな。なんで水を与えないでくださいだったんだろうな。まあいいや、これまだ買えないもんね。いつか買えるのかもしれんけど、なんかこのゲーム的にはいつか買えそうなんだよな。わざわざああいうのを用意しておくってことは。たまに戻ってきてみよう。どっかでフラグが立って買えるってことがあるかもしれない。おう、オープンってなった。どっかが開いたのかな。あ、ここが開いたんだ。うお、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんって言って、さっき見たバッドエンドっぽいやつでは妹がどうのも言ってたからな。紙に書いてある存在も妹のことなのかな。こっち側行けないね。でも化け物は多分存在する化け物だからな、あれが妹なのかな。お兄、まあいつか出るとは思ったけどさ、やっぱ妹だな。あの子を連れて乱暴に扱っちゃダメ。もし警察かな、あれは警察の刑だよね。
あ、鏡を、え、上下逆なの、この鏡。ミラーってなってるけど、上下逆なのかな。それともこのガスマスクはそういう風に見えるものなのかな。あ、動かせる。向こうの領域で僕を解放するようにやつに話を、お、だんだんこっから先は意味のない文章かな。いや、意味はないことはしないな、多分このゲームは。頭、あ、ミラーってあるもんな、鏡文字で。あ、また、あ、違うな、でも頭だな、頭、タッチ、頭、ミラー、文字。タッチ、頭、ミラー。上のも鏡文字か、か、かしら、かしら、かしら、うん、かしらだな。かしら、あ、あれもミラーかな、じゃあ。頭？うっ。わからんが、鏡は関係するのか。下に行けるな。これじっとしてるとまずいかな。一回帰るか。なんだ、多分じっとしてるとまずいかな。一回セーブしてくるか。ちょっと長い道のりですが、そこそこ進んだんでね、あそこで死んでもっかいっていうのはちょっと嫌だな。お兄ちゃん、あ、帰りついでに一応自販機見てくるか。買えないね。だるまさんが転んだって言ってたな。だるまさんが転んだってことは、普通に考えるならあれを誰かがやってるってことだから、だるまさんが転んだって言ってる間は動いていいけど、言い終わったら立ち止まらなきゃダメなのかな。まあ行ってみるか。今セーブしたし、これで別に死んでも構わん。ここはね、暗いからね、もしなんかグラフィックとして何か敵が存在してたとしてもわからないのが怖いですね。金は貯まるな。うん？公園っぽいな。公園だな。なんで？明らかにおかしいことが。うお、早すぎたか。あれ、なんかワープした、ワープしただけ？殺されはしなかったか。公園だな。噴水がある。一応調べるか。水だよね、これ。あー、だ、せっかちだな、俺は。殺されないからまだいいけど。なんかそれ遊具か、赤いの。ああ、遊具か。なんか登ったり中に入ったりして遊べすか。お、え、赤い宝石のかけら。赤い宝石ってさあ、ここ開いてるのは開けない。赤い宝石って持ってるやつだよね。それのかけらはあんなに
高い値で売れるの？っていうか、かけらがあるの？飾りのようなもの？あ、二つ目だな。あ、やんだ？明らかにおかしいよね、ここ。じゃあ、おっと、あそこに行ってはめてみてかな。金はたまるの、本当に。あ、足りない？あ、明確になんか仕掛けなんだけど、明確に仕掛けだな。でももう一個か、なんかもう一個って感じだな。戻ってきたからついでにセーブして、じゃあ次どこだ。あのミラーっていうのを解いてないからあそこかな。もしくは自販機行ってみる。とりあえず自販機から行ってみるか。ミラーパソコンと鏡だな。購入不可、買えない。ミラー、ミラーって打ってみる？キーボードで。違うな。あ、よく考えるとな、あの頭のところミラーじゃないかな。あー、でもミラーか、あれも。逆？違う？向こうの領域で僕を解放するようにって、なんだろうな。向こうの領域？頭？わざわざ頭って文字を頭って読ませてんだよな。頭文字かな。頭文字、まあ確か、あ、頭文字ってなってるか。あそこ、右側。じゃあ、タッチ、頭、ミラー？じゃあ、タッチ、頭、ミラー？それともあれ？一回キャンセルしないとダメかな。違うかな。
下の金立ち昼みたいのも分かんないね。ルビルビタチ違うか。頭文字頭トチ頭ミラーミラー押すやつに W、 あれは W でいいのかな普通に。え T A M K W M 違う？わからんな。もっとそれとも読むのかな。まででどれぐらいやったまだ16分か。なんかまた積んでしまったな。頭文字はでも多分間違ってはないと思うんだよな。頭文字関係あるのが関係あるのはどれか一個だけなのかな。どこの頭文字そもそもっていう。おう、I W K T AM? ん？ん？ あ、戻っただけか。こっちかな、それとも。あ、ここか。ここで M だった。あ、反転したっぽいな。ん？あ、違う。あ、逆だ今度。分かりづら。上を押したら全然反応しなかった今。逆か。鏡だからか。フラッシュメモリを入手しアップデートを行った。これか。規制されていた認証と偽装されていた情報を一部無効化しました。何言ってんのか分かんないけど、この人はなんか分かってそうだな。ここでの戦闘は逆か。分かりづら。これもう一回押したら戻れるの？あ、戻れるんだ。もうちょっと探索するか。助けて元の姿に戻りたい。そうすればあの子を解放してあげられる。あと 1？ あと1ってなんだ。カウントダウンされてるな。先に進めるのかな、この逆の鏡の世界でも。先には進めないかな。あのフラッシュメモリを手に入れるためのとこだったのかな。ちょっと何が起きるか分かんないから、なんとなくそのパソコンだろうけど、セーブしてこよう。で、一応パソコン、パソコンの前にあそこ調べよう、あの、自販機。なんか忘れてる間にエンディング迎えてたら嫌ですからね。
あ、カエル。なんだろう。これか。自動制御はできません。右手でしっかり持ち、人差し指でさ、射撃してください。自動制御はできません。どういうこと。ああ、なんか一作目って急に最後に FPS になったんですよ。で、確かその時の謎解きが、それまで使ってなかったマウスを使えってやつだったんで、まあ FPS ですからマウスなのはそうなんですけど、マウスクリックして FPS の画面になって、そのままマウスで狙って撃てだったんだよな。それかな。まあ分からんけど、一応覚えておくべきだし、アイテム欄がいっぱいになったから、もうこれで佳境っぽいですね。これじゃないのかな。やっぱこっちの世界。アイテム欄がいっぱいだから、多分もうあとは何らかのイベントだと思うんだけどな。あと1ってなんだろうな。こっちの方が映り方が変だから、こっちの方が違う世界なんじゃねっていうのはあるけど、これじゃないのかな。向こうの領域で僕を解放するようにっていうのはよくわからんな。金ばっかり貯まるな。佳境だと思うんだけどな。なんだろう、あとコンピューターっぽいのは、あ、そこにもあるな。これじゃないの。これただ単に開けるためのものだな。うわ、なんだ、壊れちゃったのか。やんなきゃよかった。まああれは多分水を手に入れるためだけのものっぽいしな。あとなんだろうな。とりあえずセーブし、セー、またあそこ、あれに乗ったらなんか変わってくかな。これかな。うわ、なんか増えてる。これだったんだ。東側になんか増えてる。うわー、しかも汚染区域じゃん。汚染区域に何、神社だな。この人、この制作者の方の前の前の前ぐらいのゲームって確か神社かなんかが舞台なんだよな。ありえないだろう。おかしいだろうこれ。まあ確かに前作も
こんな感じだったけどさ、和風オカルトホラーとポストアポカリプスものの組み合わせってまだ手に入るんだ。じゃあここは現実に存在してるの？すっごい手に入るけど。同じだな、グラフィックが。その前々作ぐらいのやつと。お、D15A3F に閉じ込めたらあの子を連れてきてくれるかしら。パスコードは1448531。乱暴に扱っちゃダメ。もし警察署かなが後腐されないようにしないと。これが妹のことを指してるのかな。これが全部揃ったかな。調理器具、拳銃での髪飾りなどを使って構成された物体。でもすごいちゃんと精巧なものだったよな。これでも教会にはめるのか。うわ、なんだ、なんか今いたの後ろに。なんだ、進まないとダメかな。どこに、ん、どうすればいいんだ。どうしようもないのかな。一応強制離脱ボタンはあるんですけど、それやってみるか。あ、効かない。なんだ、この現れては消えるやつと戦えばいいのかな。別にぶつかれないんだけど。じっとしててみる。後ろにいるな。あ、絶対後ろにいるな。絶対後ろにいるな。どうすればいいんだろう。ここでマウスクリック？違うな。さすがに前作の謎解きそのまま使ってはいないか。でもなんかこっからどっかに行く感じではないんだよな。うわっ、一回あれ見たら、あ、消えた。うわ、あー、ここに帰ってきた。あれを見るで合ってたのかな。とりあえずやっとアイテムが揃ったぞ。全部は集まってないんだよな。でもはまったな。うわぁ、へぇ、なんかバラバラで浮いてんな。でもこれを調べるしかないっぽいしな。なんだ、ね、ちょっと間違って慌てすぎて最初から始めるを押してしまった。ちょっと待て、正解が何だったんだ。まだ見つけてない紙があったから。そうか、ああ、連打しちゃってこれもう一回強制終了して戻るしかないと思うんですけど、とりあえず現状打開策はないので、まあまた連続しちゃいますけど、一旦ここで終わりにしたいと思います。はい、でまた
自分でロケハンみたいな感じでやってみて分かったら再開するんですけど、まあちょっとすぐに分かるか分からないので、あとあれですね、ちょっと用事があるので今回みたいにすぐに再開するってのはないと思います。まあ、余裕があったら今夜中に再開すると思いますが、ではお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。